業公演終わりました。こんばんは。なんとあのスタッフさんがドレスのまんま配信させてくださって、それでドレスのまんまやってます。そう、これはそんないっぱいできないんですけど、今日はあのランキングとかなしバージョンでいきたいと思います。イエーイ。立ってみようか。立ってみんな見せて。今すずはちゃんがいてくれてます。じゃあこんばんは皆さん。ちょっと手袋が変じゃない？暗い、なんか暗いな。うん、画面が暗いんじゃない？こんなもんだっけ。うん、終わっちゃった。ドレス待って、紹介するね。ちょっと待ってね、うん、手袋します。うん。じゃん。あ、じゃーん。あ、ありがとう。うん、ちょっと離れたら見えるんじゃない？なんかフリフリ、あのピンクで、それでなんだっけ、私の抱きつこうかの衣装のテーマカラー、うん、カラーのクリームソーダ色っていうのがあるんですけど、それがちょっと入ってて、で靴はピンクで、で手袋がなんかキラキラで、ネックレスがあって、でイヤリングついてて、リボンがついてます。イエイ、ありがとう。思ってくれて、全然かわいい。まさかドレスで配信できるなんて思わなかった、ね、嬉しいね。暗いのかな。あ、危ないか。画面じゃない、これの。あ、これの画面なのか。イエーイ、これが本当の最後のショールームです。壁紙外しは終わりました。終わって緊張しましたけど、皆さん、なんか今日私泣かないって思ってたんだけど、うん、言ってたんですよ、みんなに絶対泣きませんって言ってたんだけど、 あの泣いちゃいました。なんか春一番が吹く頃で、まずファンの人が花道で近くに行って、うん、顔を見て泣いちゃって、その後は泣かなかったんですけど、ドレスに着替えたって、それでドレス着替えて出るときになんか寂しくなっちゃって泣いちゃいました。泣いたの？そう、出る直前に泣いちゃって、うん、やばってなって、でも無事歌どうでしたか？歌は未来の扉と、未来の扉と、うん、昨夜の花びらたちと抱きつこうかを歌いました。私の好きな曲で、抱きつこうかはまあ絶対マストで、昨夜の花びらたちも入る前から好きな曲だったからそれ歌いたくて、で未来の扉はあのなんだっけ、16期研究生の時に、仮研究生の時からみんなでやってた曲で、すごい思い入れがあって、でなんか卒業と未来って感じでそれしました。抱きつこうか聞けて嬉しかった。やったー。あのね、久しぶり、最後にあの衣装を着れて嬉しかった。色鉛筆の衣装。そう、お疲れ様、お疲れ様です。めちゃくちゃ良かった、嬉しい。コメントいっぱいありがとう。お次おめでとう、ありがとう。そう、なんか衣装さんがこのままやってもいいよって許してくれました。嬉しい。よかった。まさかドレスで配信できるなんて初めてだ。こんばんは、みんな元気でいてね。明日会える方は最後にお会いできたら嬉しいんですけど、会えなかったら一生忘れません。今日髪迷ったんですけどポニーにした。あ、レンジ使わなかった。もう緊張しすぎて何も食べてなくてお腹空きましたけど、空きましたけどとか言っちゃった。衣装はね、買いたいな。幸せになってありがとう、元気で、ありがとう、皆さんが元気で過ごすってことを祈ってます。こんばんは、忘れませんよ。そう、今日泉ちゃんとかなぶんとめぐさんと卒業
16期をあでもみんな卒業してるか、うん、野口ななみちゃんが見に来てくれて、そうでさややさんもあのお仕事が、うん、あなかったら来たいって言ってくれてたんですよ、うん、無理だったけど、そう私もかおりちゃん、嬉しい、もう違う、幕開いた瞬間にクリームソーダのあのクリーム砲クリームクリームソーダのなんだっけペンライトがあったりとか、そう聞いてください、さっき壁紙外ししたんですよ、で壁紙で外してみんなが写真撮ってくれてありがとうございますって壁紙戻しちゃったんですよ、間違えて、もう一回メンバーなの、もう一回メンバーになっちゃった間違えて戻しちゃった、スタッフさんが戻さないで戻さないでって言っちゃったそうなんです、いやめっちゃ可愛くないですかドレス、このパフスリーブ可愛すぎる、可愛すぎる、めっちゃ可愛い、後ろもめっちゃ可愛い、後ろ映ってる、映ってる、映ってるよ、大きいリボンすぎて嬉しい、着たまま帰る結構目立つよこれで帰ったら目立つね、目立つ、このあと最後の SNS を更新します、それの写真まだ選んでないんですけどこんばんは、ありがとうコメントたくさん、似合ってる、やったなんか寂しくて、ファンの皆さんと離れるのも寂しいし、メンバーと離れるのも寂しいし、スタッフさんと離れるのも寂しいし、マジで寂しい、100ツイート100ツイートしてくれるの、あ、私がするってこと、間に合うかな、12時59分までなんですよ、間に合うかな、大丈夫か、こんばんは、嬉しい、そう、さっき最後のメールも送ったんですよね、ね、最後のメール写真、私が撮ったんですよ撮ってくれました、ポーズも教えて、嬉しい、みんな写真送ってくれたりする、そうです、ファンレターは31日まで、え、ツイッターのトレンドに入ってただって、え、すごいじゃん、本当ですか、いいよ、え、うちわだけのトレンドじゃなくてほんまにしない、うちわだけSNS は更新はもうあの引退したらしないんですけど、うん、でもその今日の12時59分までは SNS します、うん、そう、こんばんは、初めてのファンレター、嬉しい、壁紙外しとるとこさ、スタッフさんの名前忘れちゃった、スタッフさんが撮ってくれてた、11時59分ありがとう、50分ずっと聞きたかったんだけど、 SNS のアイコンかおりちゃんのままでいい、もちろんいいよ、嬉しい、逆にいいの、飽きたら変えちゃってんね、全然ありがとう、なんかその SNS を消すか消さないとダメかがまだ分かってなくて、そうなんだよね、もうやんないの、でも更新はしないです、配信もしないです、でも配信が嫌とかってことではないんですよ、うん、やめたからね、そう、活動を、配信とかが嫌とかが嫌じゃないですよ、うん、普通に、そう、卒業したから、すごい、消す、あ、消さ、なんか消さ、ね、わかんない、消さないといけないのかもしれないんですよ、わかんないんですけど、うん、まだわかんなくて、そう、消さなくてよかったら置いとこうかな、でも間違えて更新しそう、うち確かに、さすがにないか、今日配信します、そう、今日配信しますとか言う、間違えて言ってしまいそう、だから寂しくなる、うーん、私もめっちゃ寂しくなってきちゃって、もうこの劇場に来ることないからすごい寂しい、消さないでって、ありがとう、え、待って、タワーめちゃくちゃ立ってる、ありがとう、下着か、うん、ありがとう、どこ、ね、それごめんね、今日なんかさ、あのさ、ギフトとか読まないバージョンのさ短いやつなんだけどさ、許して、ちょまげ、うん、見るだけ、私、うん、タワーの人見てます、今、ありがとう、ごめんね、今日まで、今日激短だから本当にごめんね、でもドレスで配信したくて、どうしても、そう、ありがとうございます、ギフト、
よかったね、卒業ドレスできて。ねえ、よかった。まさかさ、卒業するときにドレス作ってもらえるって思わなかったから、なんか、だってさ、そんな有名なメンバーじゃないしさ。いやいやいや、そんなことない。私なんかにも作ってくれてめちゃくちゃ嬉しい。よかったね、こんな可愛い。嬉しい、めっちゃ綺麗だよ、ありがとう。イエーイ、これ可愛すぎる。嬉しいですね、愛を感じる。最後まで自虐。今日は16期のみんなとゆいさんにゲストで来てもらったんですよ。すごい叫び声聞こえるけど大丈夫かな。こんばんは。みんな来てくれてよかったです。めちゃくちゃ嬉しいし、ファンの皆さんもめっちゃ来てくれたし、来れなくて、で来れなく外れちゃった方とかもいるし、ありがとう。え、受付で身分証忘れた。嘘でしょ、嬉しかった。こんばんは、こんばんは。いっぱいうちわとかもやったりとか、スタンドフラワーとかもめちゃくちゃ大きくてすごかった。スタンドフラワーの写真撮ったっけ？撮ったか、撮ってもらったのか、うん、ありがとう。いっぱい撮った。そう、あの単品も撮った。え引きと寄りと寄りスタフラの、うん、ね、ありがとう、ごめんね。いいよ、すごい。ツイッターの通知がめっちゃ来る。メンバーさんとか、このお仕事一緒にした方とか、ありがとう。ちょっと嬉しい。あー、たなんか動いてるかと思って。今日は私はマネージャーだよ。ね、ありがとう。マジでめっちゃ写真撮ってくれたし、ポーズも教えてくれました。みんな元気でね。何分まで？何分？50分に始めて20分ってことは10分。カトさんが来るか。あ、そっか。あ、名前、ごめんなさい、ごめんなさい、前でその名前バラしちゃった。こんばんは。いや、楽しかった。なんかで寂しい。自分で卒業決めといてあれですけど、寂しいですね、やっぱり。お手紙もね、プレゼントもめちゃくちゃ、あー、ありがとう、いっぱいありがとう。ゆっくくるったし、ゆっく年来るとし、ありがとう、ごめんね、最後読めなくて。本当にありがとう、輝いてた、嬉しい、ありがとう。みんな大好き、めっちゃコメントありがとう。約4年間ショールーム、本当は16日足りないんですよ、4年になるのには。なんですけど、まあ4年ってことでいいかなと。16日サバ読んでいい？ね、当たり前。もういい？うん、いいよ。だから約4年間毎日ありがとう。ちょっと足りてないけど、まあサバ読んでますね。サバ読んじゃおう。ちょっと大好き、ありがとう。大好き、ありがとう。みんなのツイッターとか見るの楽しみ。ありがとう。本当にありがとうございます。大好き、嬉しい、ありがとう。楽しかった、嬉しい。一番寂しい年末、後でツイートするね。でもさ、写真がいっぱいありすぎてさ、どれ使おうか迷う。みんなさ、メンバーとかも一緒に撮ってくれて優しい。こんばんは。嬉しい、コメントいっぱい。お腹すいた。全部やりきれましたか？やりきれました。寂しいんですけど、でもやりきったよ。嬉しい、本当に。死ぬまで皆さんのこと忘れません、絶対。マジで今日最後のメール届きましたか？みんなで送信したよね、うん、みんなっていうかそこにいた子で、じゃあ最後のメール送りますって言って行ってこーいとか言ってさ。見て、この足やばい。みんな今うち足めっちゃガニ股。集合写真のお父さん。集合写真のお父さんのガニ股。
いた、よかった。最後のメールありがとう。なんか明日も多分間違えて送ったらごめんなさい。え、送りそう間違えて。え、見てイヤリングもめっちゃ可愛いことに今気づいた。見てキラキラ。え、ね、嬉しい、ドレス嬉しい。公演中。あー、すごいコメントがめっちゃ早い、ありがとう。高速道路並みに早い。いや、もはやリニアモーターカーではないか。いつもは、いつものコメントはあの空港にあるあの進む歩くエスカレーターぐらいだけど、今日はリニアモーターカー並み。本当にラスト、ラストです、本当にラスト。いやあるよな、歩くほど。あ、嬉しい、めちゃくちゃ皆さんから連絡とかくださる、嬉しい。ドレスのポイントは、え、もう全部です。嬉しい。なんかフィッティングになんかやんわりとその伝えてたんですよ。なんか袖がふわってしたのがいいですとか、ピンクがいいですとか、やんわりとは伝えてたんだけど、どんな感じになるか分かんなくて、それで初めてフィッティングに行った時に石尾さんがドレス作ってて、衣装でもそれ自分のだと思ってなくて、なんか別のアイドルグループの衣装を今制作してるんだって思って、私のはどこかなって見渡したらそれだったんですよ。めっちゃ嬉しかった。そう石尾さんとも写真撮ってもらったし、メイクさんとも撮ってもらったし、マネージャーさんたちとかも撮ってもらったし、一緒にたくさん撮ってもらいました。もうそろそろ時間来ちゃうかな。あ、8分だ。あと2分、10分か。あと2分だ、みんな、あと2分だ。なんかでもよかった。なんかさ、家で一人でやったら多分号泣して泣いてショールーム終わっちゃうから、うん、なんかむしろよかったです。皆さん元気でね。こんばんは、こんばんは。明日はでも明日最後お話し会、振り返りになっちゃったのが、うん、ある方もいらっしゃるかもしれないんですけど、うん、にゃにゃみんなありがとう。なんか実覚がない、実感しがないです。ごめんなさい。あ、いいよ、どうぞ。肌白白くないよ。あ、かわいい。こんばんは、お疲れ様でした、ありがとうございます。ごめんね、最後ランキングとかなくて。でも本当に大好きです、本当にありがとう。皆さんのこれからも元気で健康に笑顔で過ごしてください。ずっと応援してます、ありがとう。みんなバイバイ。あと1分だ。あと1分だそうです。ツイッターこの後見てね。インスタも最後のなんか載せようかな、うん、最後の最後のインスタ。寂しいけどそういう別れもあるのか。ありがとう。またね、みんな、え、寂しい。本当にありがとうございました。もうみんな応援してくれる人いなかったら私は AKB になれないので、本当に皆さん、いや、なんかこんな大してさ可愛くもないしさ、大して歌とかダンスもできないし、トークももしやできないし、マジで何もできないのに、なんかありがとうございます。本当に感謝、もう家族も感謝してるんで、ファンの皆さんに。だから本当にありがとうございます。これからももしどこかで会ったら声かけてください、声かけてくださいって言ったら影薄いんで多分バレないんですけど、もしもあれ、かおりちゃんに似てるって思ったらぜひ、あ、かおりちゃんって言ってください。私も知ってる人がいたら声かけます。気持ち悪い、うん、ストーカーみたいになっちゃった。本当に今までいただいたプレゼントとかお手紙とかも全部これからも思い出にずっと残しておくので、あの本当にありがとうございました。大好きです、ありがとう。わーい、時間、うん、じゃあ時間来ちゃったので本当にありがとうございました。なんか寂しいけど、でもあっさり終わっちゃった方が寂
寂しくないかも、逆に寂しいから。ありがとうございました、本当にもうずっと大好きです、ありがとうございました。バイバーイ。ショールーム大好き、ファンの皆さん大好き、ファンにな、の応援してくれてありがとうございました。バイバーイバイバーイ、ありがとうございました。じゃあ切ります、またね、名前一生覚えてるからじゃあまた、ありがとうございました。4年間ショールームありがとう、4年間ってことにしよう、うん、ちょっと足りないけどまたね、ありがとうございました。では失礼します、バイバーイ、押します。